な人は来なきゃ。本当女子さんだ。まあいいや。ちょっと一周してみましょう。はい。まあ初期商店ですね。左側の幼稚園です。なんか作ってますね。基本これ、ね、加工なんだよね。遠いや、遠い。この荒川2丁目まで行けない。今7丁目なんですけど、ん ?2 丁目か。隣が7丁目で、7丁目まで行けない。基本的にこういうところのですね、まあ、ビジネススタイルというのはですね、結構こうまあ働き者米さんという感じなんですよ、長時間というか、まあ本当に夜までやって夕ご飯食べて一休みしてまたやるみたいな感じで、でそれはいいんだけどですね、そうで町工場じゃないけどそういうのをこう生産してまあ卸したりなんだって利益を上げてみたいなっていうね。そう自営でみたいなそういう感じですねが多いですね。はい、ここなんかのタクシーもそうだろうね。で、こう人を増やしていって、台数を増やしていって、まあその利益を上げていく。ぶね、ちょっとね、後ろ、利益を上げていくって感じですね。はい。そういうビジネスが大きいですかね。そう。そうですね。で基本まあ、あとは幼稚園とかそ土地を利用してるか、あとはまあその道路ですね、まあ、タクシー運転会社とか道路を比較的利用したような、まあ、ビジネスが発展する傾向にあります。多分この自販機を逃したらねこの先あんまりない気がする。一回飲み物買います。